はい、本日のゲストはこちらです。じゃじゃーん。はい、グループ LINE から、のね、エカム東京より、2ヶ月グループ、ナンバーワンの、呉崎健副主任に、はい、紹介しました。副主任です。どうぞ。はい、よろしく。あとちょっと豪華なゲストさんも連れてきていただいて、ちょっと自己紹介の方とかいいですか。どうぞ。あ、俺です。クラブ、エカム東京の、東條と申します。よろしくお願いします。いける、いきましょう。どうぞ。最初で、防具、部長、七色空です。空さん、よいしょ。空さん、よいしょ。はい、ということで、なんか、はい、あのね、すごい豪華なゲストさんを、あの、このふざけた、かなりふざけた番組に連れてきていただいて、はい、ありがとうございます。ということで、あの、早速ちょっとあのオープニングの振りをいきたいんですけれども、はい、まあ、いつもゲストさんと一緒にやってて、はい、今夜はミルクプリンと、タケルと、こうなんか自分の名前こう言っていただいて、でぴょんぴょんするんじゃっつったら、あのオープニング始まって企画動画とかちょっと流れるような感じになってますんで、はい、よろしいでしょうか。大丈夫です。はい、じゃあ行きます。今夜はミルクプリント、タケルとユウとクーとぴょんぴょんするんじゃチャンネルへようこそ。カリスマデブのミルクプリンです。今回からスタートする企画、カリスマデブのデブ名言集 DB 会議。このコーナーではカリスマデブの僕がデブ名言集を、言っていくので、かっこいいと思ったらグッドボタン、キモいと思ったらバッドボタンを押してください。それでは VTR ぴょんぴょんするんちゃい。犬ってさ、すげえかわいいよな。けどさ、犬見てると腹減るよな。お当時へと何してくる、はい、39秒。すいませんね、本当にふざけた番組にあの出ていただいて、罰ゲームとかもあるし、企画内容もあの全然お知らせしてない。いや、もうちょっと、ちょっとね、その場のノリで。いや、しかも今回結構あのぶっ飛んだ企画になってるから。これがいつもなんですか、こういうような企画。あ、プリンはそうですね、いつも、まあ、いつもあるけど早食いとかそういう感じで、あの、あ、まあ、かなりこういう感じなんですけど、あ、書けるやん。絶対聞いてないですよね。聞いてない。どういう感じで言ってるか分かんないですよね。とりあえずなんか、まあ、なんかナイトチューブあるから、とりあえずイケメン二人を出そうかなと。あ、そういう感じ、まあ、社長に相談したら、この二人を選抜したと。社長の人生すごいな。ついて5分。ついて5分でね。いいな、これ。はい、じゃあ、早速本日の企画の発表からいきたいと思います。本日の企画こちら、じゃじゃん。ペットデプリン。よいしょ。なんですかそれは。はい、ペットデプリン。いや、かなりね、あのふざけた企画になってるんですけど、今日は僕の企画動画であの犬 の、 あのぬいぐるみが出てたんですけど、はいはいはい、ちょっとそれにちなんで今日はあの動物界にしようかなと思ってまして、まあ、ペットデプリンということなんで、あのペットになりきってプリンを食べようという、あ、はいはい、まあ、そういう感じですよね。なるほど、はいはい、そこであの誰を飼いたいかのアンケート取っていただくので、あの一番ビリの方はあのいつも通り罰ゲームが待ってるんですけれども、こちら、はい、ニンニク、わさび、で今日マヨネーズと、あと
はい、チーズ。あ、チーズ美味しそうですね。あ、チーズはね。チーズ美味しそうですね。チーズはもう。チーズ安杯だな。あ、やっぱイケメンにね、こんなもんやらせたくないっていうね、やっぱね、リスナーさんもいるかもしれないから、一応ちょっと打開策でこう準備してますんで、これ選んでいただいて、リスナーさんに。なるほど。はい。で、それで、罰ゲームをやっていくような流れに、はい、なります。ということで、皆さんはどの動物になりますか、はい、今日。え、これどの動物なんですか。何でもいいですか。まあ、別に何でもいいですよ。まあ、ペットなんて人。犬がいいです、犬がいいです。僕犬がいいです。一番いいとこ、一番いいとこ、一番いいとこ、早いです。一番いいとこ、早いですね。すねもうはい、じゃあね、は俺じゃあ、カエル、いや、カエルなんでわかんないけど。ウサギで、じゃあウサギで。ウサギって、はい、ウサギ鳴かないし、どう表現するの難しいよ。ああ確かに確かに、うん、ピョンピョンだからウサギとかやった方がいいのかなっていう、ね、気を使ってくれた、あ、気を使いましたね、気をね、気をカメレオンもいいみたいな、ライオンはって言われましたよ、うん、オカピにするんじゃ、うん、オカピってオカピってどういうことねじゃあね、俺ライオンにしようかな、ライオンにする、はい、うん、カメレオンでわかんない、カメレオン、あ、舌伸ばす感じの、カメレオン舌伸ばす感じの、まあね、プリン舐めときゃね、プリン舐めときゃどうにでもなると、なそうな気もしますけど、トライ、じゃあ、一人ずつやっていくんですけど、順番どうしましょう、ちょっと、初っ端は僕は別に初っ端でも、最後でもなんでお前いつも俺じゃ俺で、ね、俺あの、カバセイルで来たわけちゃうぞお前初っ端だけにね、じゃんけんし、じゃんけんし、えちゃみ、えちゃみ、何やるんですか、いや、俺どうしようかな、ちなみに何やるんですか、何やろうかな、自分一番難しそうなやつやっていただいて、でも多分クオリティ高いと思うんだよ、まあ、豚でもやってきますよ、ね、まあ、見た目通り、豚と見た目通り、そのまんまだよ、いや、そのまんま、俺は突っ込みたいけど、まだ突っ込めないよ、あって5分ぐらいあって5分ぐらいだからあって5分ぐらいあ、アナコンダみたいに飲んでた、アナコンダみたいに飲んでて、食う一番ねって書かれました、あ、食う一番ね、いきますね、一番、じゃあじゃんけんします、とりあえず、じゃんけんしましょう、じゃんけんしましょう、最初はグー、じゃんけんパイ、よし、俺やんけ、やっぱりやっぱりいいっすよ、最初はグー、じゃんけんパイ、おい、最後もやりにくいっすね、最後やりにくい、落ちたから、最後やりにくい、最後やりにくいな、落ちたから、で、どっちですか、先、僕、どちらでもいいっすよ、僕もどっちでもいいっすじゃあ、あ、でも最後がいいんじゃない、あ、そうっすね、あ、そう、最後がいいと思う、え、最後、最後、1、2、3、4で、あ、じゃあ、はい、その順番で1番、そう、1番、1番だと負けてるんですよ、 OK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  で、これはじゃあ、はい、プリンをこれ、どういうタイミングでやるんですか、はい、3、3、2、2、1、1、あー、なるほど、あの、アップで感じになりますよね、はいはい、プリンでかいね、プリンでかいな、全部食べきれなくても、あ、ほんとですか、はい、食べきってもいいし、はい、わかりました、はい、ちょっと待ってくださいね、オッケーっすか、オッケーっす、はい、じゃあそんなペットでプリンまで3、3、2、1、1、見えない、見えない、プリンが見えない、プリンが見えない、見えない、すいません、よいしょ、まあ最初はこんなもん、最初はこんなもんね、ごめんなさい、だけど決してやっぱり俺の買いたいだから、まあ、別にそのクオリティとかそういうのじゃないのよ、なるほどね、結局ね、リスナーが何を買いたいかって、なるほど、ね、買いたいかだから、ワンちゃんが可愛いって言われてる、可愛いって言われてるからね、普通に可愛いと、そう、普通に可愛い、うん、これはいいね、あ、まあプラスなイメージで、でに、いや、どうぞ、はい、くさくさなんで呼んだんそうなっちゃうんですよねこれ、これ何で言った方がいいですか、正直分かってました、うん、もうなんか行ったら来ないと思った、うん、行ったら来ないでしょ知ってた、知ってた、そうだな、マジで、ね、企画は、いや、だから、ゆうきさんは違うかなと思ったいやいや、俺も違うでしょ俺も違うでしょやれるのは俺が違う代表と、ゆうかなと思ったことない、いや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 、代表か言うかなと思ったんだよ、いやいやいや、そんなギャグで言ってないよ、俺、ごめんなさい、ここまで生意気な男に育ちました、クルさん期待とか来てるから、もう期待キラキラしちゃってますから、早めにやっちゃったよ、何これ、キラキラしちゃってますよじゃあサメでいこうか、サメで、はい、サメで、はい、はい、これ一口でいきます、おわ、かっこいい、かっこいい、はいはい、じゃあそんなペットでプリマです、サーサー、ニーエイクチ、あ、ごめんなさい、顔がやばいすごく美味しいんですか、まあまあまあ、いや、
大丈夫、上の方でしょ、かなり大丈夫。いや、トップの方、トップの方大丈夫。これやったことないで、これ詰まってたけど大丈夫、加減わからなかった。面白いは何でもいいからいやすいません、本当にしゃれすまね、面白いからやったよこれ、やったなこれやったよこれ。3番目誰なの。3番目、お前かい。俺何でしたっけ、あれじゃない？何？なんかウサギとか言ってたけど。ウサギならまあちょウサギつまんないから。ピョンピョンパクとかしないでよそんな。なんだ。じゃつまんないですね。ピョンピョンパクとかされても。じゃあ何にしようかな。え、ちょ何がいいかな。何がいい、何がいい。何がいい。なんかゾウさんとか鼻から吸ってる。あ、ゾウさん鼻から。鼻からいい。それいいな。マジ言ってるか。任してくださいよ。それ面白いじゃん。そんなのは。お手もらえと。ってやるよと。じゃあ一緒に振ってください。はい、じゃあゾウやるんで、ゾウ。ゾウですね、ゾウ。お前期待しとけよ、お前。体張るんだからね、今俺は。ほんとに。ペットでプリマです。3、3、2、2、1、1。すげえ。やばい。吸い切る。吸い切る。全然、吸えてない。はぁって言われちゃったよ。全然吸えてない、これ。吸えてない。動画だとか関係ないっすか、全然関係ない今、そんな。とりあえず俺は助かったわけだ、結論。いや、やるのかなと思ったら、やっぱそうだよね。昔から俺はいつもいいポジション取りに行かないから。俺はやらせながらなんで、俺はやらせるポジションなんで。結構なことをやると見せかけといて。すいません、本当にもう。なるほどね。昔からなんでチラチラ見るの。大丈夫かなの目してるよね、やっぱ。大丈夫だよ、クーさんは面白いから。じゃあ次、はい、豚、見た目通り。豚じゃねえ、見た目通り、豚が見た目通りじゃねえ。はい、じゃあそんな豚まで3、3、2、2、1、2。はっ。おー、豚ですね。いや、俺も鼻で言ったらこれよかったな、俺ね。かぶせ、かぶせればよかった。お前そんなもんって感じでしょ、だってリスナー的に。なんか普通でしたね、うん、97で結構高得点。高得点だけど、かなり。うん、すごい。はい、アンケート取っていただいて、そうですね、誰を買いたいかで、で、あの一番票少ない人、あの罰ゲームになるんで。あ、そっかそっか、忘れてた、はい、罰ゲームありますよ。いや、投げるでしょ。ねえ、投げるじゃないと面白くない。なんでそこ振るんだよ。だってね、面白くないよ、投げるじゃないしね。そうそうそう、吸えてないしね、吸えてないし。しかもだって鼻の頭にね、カラメルちょっとついただけだった。一番お気に入ったもんね。正直言った俺は今日なんで吸えてたって、ただやらせたかっただからです。言っときますけど。じゃあちょっとアンケートしてもらえますか。はい、アンケート多分取ってると思うんで。これ次 CM なんですか、これ。あ、もうちょっとしたら CM 行くんで。サメに2000票入れるんじゃん。サメに2000票ダントツ、ダントツ、ダントツ。一番体張ってましたからね。一番体張る、めっちゃくちゃ。いや、たけるでしょ。いやけど鼻の頭やって、もう吸ってただけっすよ。全然プリン吸えてなかったっすよ。ねえ、原型とどめてるからね。もう新品同様っすよ。じゃあ、これ今からもう作ってるんですか、今はもうこれ。うん、今あのアンケート取ってるんで。あ、今取ってる中なんすか。うん、取ってるから。ちょ、怖い。誰になるか。ちなみにあれですか、今営業もしかして抜けて。そうです、そんなの無視っす、完全にもう営業は。営業抜けてきてる。きた、はい。いや、だろ、あれ、おお、ちょっと待って、誰ですか。うん、買いたい人でしょ。それ俺とだけダメらしいよ。あ、そういうことか。そうそうそう、代表。え、クーさん1位っすか。もう1位、一番か。まあ一応体張りましたからね。はいプリン関係ある、これね。関係ないかもしんないね。普通に人気投票じゃないの、これただの。大丈夫、福祉で。いや、同じじゃないですか、ちょっと。まあなんかそういう顔も似てる気がするし。やめてよ。まあ、そういえば、まあ同率で、同率でってことですよね。二人とも、二人ともですよね。二人ともですね。二人でじゃあ。これ完全にツケが回ってますよ。二人を呼んだ俺のツケが。まあ、これ使ってもよかったけど。俗に言う天罰ってやつですよね。完全天罰。せっかくだから、鼻のやつやりましょうよ。鼻のやつ。どういうこと、鼻からわさび出るの。鼻からわさび出る。いや、わさびとか準備したけどさ、今日準備したけど、さっきやりきれてないかし。わさびの鼻から行くって。いや、いい、それダメっすよ、ダメっすよ、それは。あの、これ、勝つ前だったら絶対言ってないよ。勝ったからね。いや、言ってましたよ。いや、勝ったからって、それは俺も初対面ですけど、それ侵害です。鼻からわさび、
ほらそりゃそうっすよね、やらなくていいんですから。いやいや、それ何度も言いたい放題っすよ。花わさび、花わさびはやばい、ほんと、うん、それはやばいよ。じゃあ、わかりました、うん、じゃあ俺は、うん、じゃあせっかくなんでやっぱね、うん、俺呼ばれた側だから、うん、やっぱ美味しいとか持ってってほしいんで、うんうん、店長にね、うん、だから俺はわさびを食いますけど、うん、鼻から吸っていいですよ、だから、うん、何が俺がわさび鼻から吸うの。鼻から吸っていいんじゃないですか、うん、じゃあ、やばい、お願いします、お願いします、お願いします。鼻からわさび、俺ほんと吐くかもよ、大丈夫。タイミングで CM を、じゃあ CM 後罰ゲームいきたいと思うんで、はい、じゃあ鼻からわさび、アスナ式、今はディスタンスの代表取締役、この店の仲間を幸せにしてやりたい、そしてこいつがキーマンだ。経験者大募集。お前を一生幸せにすることが俺の仕事だと思う。運命の人と出会うならイオンインク。イオンインクうまそう。イオンインク。よいしょ、はい、よいしょ。いや、罰ゲームタイムですよ。おいしょ、CM 上げちゃったな。早く感じるな、なんか。いや、早く感じるよ、ほんとに。はい、なんかあの、マヨでもいいよって書いてたから、じゃあ、マヨネーズ探すの、どっちかやろうよ。え、じゃあ俺マヨネーズ。あ、俺もマヨネーズ。俺は俺もマヨネーズがいいんだけど。鼻からわさび。何の罰ゲーム、これ最悪なんだけど。痛いですよ。いや、大丈夫です。もう泣きそうなんですけど。大丈夫、大丈夫。今の一気にでもコメント上がりましたね。コメント上がりましたね。いや、体張るな、本当に。いやいやいや、どうですか。同時でもいいし、どっちか。俺は、違う、俺一個一個のがいいんだよ。俺は食っていいですよ。俺は食っていいですよ。違うよ、鼻にマヨネーズじゃ何言ってんの、今さら。鼻にマヨネーズ。マヨネーズ。俺は食うんじゃないの。いや、違うよ、何言ってんだ、いきなり。びっくりするわ。じゃあ。びっくりするわ。花マヨ、花マヨ。花マヨだよ、花マヨ。花マヨ。花マヨ。花マヨって聞いて、聞いてるわ。花マヨ。マジ言ってんの？マジ。はい、じゃあそんなタケル副主任の花マヨネーズまで。じゃあ3、2、2、1、1。お願いします。すぐ見たところやっぱむせるっていうね。いや、それやばいでしょ。マヨネーズで本当に良かった、うん、染みないっすね、これ。まだ良かった、まだ良かった。でもすごい鼻の、マヨネーズのね、あの、やべ、吐き気してきた。やばい。いや、それやばいわ。それきついわ。はい、じゃあ続きまして。ちょっと待って。鼻からわさびは、完全に。鼻からわさびは。はい、ということで、トークテーマ。怖い。やるよ。やるけど。やるっていいっすか。やるけど。やるけどさ、こんなんもうやばいよ。風邪ひいてるし、もう。じゃあ、ちょっと振ってください。はい、これ大丈夫、死なないっすよね。死には、多分死には。鼻に入れないでください、書いてないっすよね。大丈夫っすよ。多分書いてはないっすね。西洋わさびか。きついな。いいっすか、じゃあ。はい。はいですよ、いきますよ。はい。3、3、2、2、1、1。うっ。そうだね。いや、竹のせいだよ、こんな。いや、面白かった。ありがとうございます。
いやー、もうすごかったな。じゃあ、もう時間もあんま少ないんで、ちょっと今日のトークテーマ、あのペットについて、はい、やっていきたいんですけど、皆さんなんか飼ったりしてますか？ちなみに飼ったりします？ペット飼ったりとか、今まで飼ったペットとかいます？実家で犬5匹飼ってました。犬5匹5匹5匹多いっすね、めっちゃ多いですね、5匹。豆柴3匹の、チワワ1匹の、雑種1匹でした。豆柴ってちっちゃいですかね。そうそう。へー、けど散歩大変そうっすね、なんか5匹もいたら。そうなんですよ、それで犬嫌いになったんですよ。本当にそれで犬嫌いだって。今は飼ってないですか？飼ってないですね。そうなんです、もうちょっと痛えわ。これ変わってる、めちゃくちゃ痛え。いや、面白かったっす。面白かったです。で、ユウは飼ってますか、なんか。僕、今は飼ってないんですけど、はい、昔は結構熱帯魚とかその魚系飼ってたことがあるんですね。あー、なるほど、はいはい、あー、はい、なるほどね。俺はむさ昔ウサギ飼ってましたね。ウサギを3匹ほど。3匹？そう、3匹もすごい、ね。ウサギって1匹飼ったら死んじゃうからね。え、そうなの？そう。でも2、3年は生きるでしょ。まあ、2、3年とかなんか寂しくて死んじゃうことがあるんだって。ウサギって。それでウサギを、ウサギは2、3匹飼わないとあんま長生きしねえと。へぇ、なんか昔熱帯魚飼ってましたけどね。でっかい水槽で、はいはいはい、これなんかちゃんと手入れしないとなんかこうフィルターにこうなってますよね。あ、そのピタ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 こうなってますよね。そうそうそう、はい、すぐ小魚は上に行っちゃうっすよね。今今日もちょっと背景になってるんですけど、ハムスター飼ってるんですよ。これ後ろハムスターなんですか？あ、これハムスター。なんか得体の知らないやつが映ってるんだけど。そう、おじさん、おじさん。タケルじゃね？これかい！タケルじゃね？これかい！そっくりじゃね？てかこれ。まあまあまあ。似てね、これ。ねえ、うん。確かにちょっと似てる。似てる似てる。そう、最近ハムスター。飼ってて、ウサギも飼いたいですけど、なんかウサギちょっと匂うみたいな。ウサギ匂いますね、完全に。あいつはうんこしか出ないんだよね。ピー入れてください、ピーね。そんなことはないよ。なんかたまになんかにあの人間飼ってる人いますよね。人間、あ、まあ、たまにいますね。なんか女の子とかいません？なんか人間飼ってる人、本当に人間を飼ってる、本当本当に。叶姉妹みたいな感じで、へ、お金でってこと？そうそう、紐みたいな。だから紐もそうだし、なんかもう、そうそう、馬みたいに乗ったりとか。そう、ちなみになんか飼ってる人とかいたらあのコメント欲しいですけど、人間人間飼ってる人、私人間飼ってるよみたいな、5人飼ってるよみたいな、あればあの、いや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 、それすごいですね。あれ欲しいんですけど、そうそう。でなんかその女の子に聞いた話だと、なんか3人男を飼ってるらしいんですけど、だけどなんか1人があのなんか家から出されたらしいんですよ。何したかっていうと、皿洗ったらしいんですよ。なんかもうどうしようもない救いようのない男が好きらしくて、なんかその皿とか洗っちゃったから、あ、なんかもうダメみたいな、あとどうしようもなくないじゃんみたい な、 なんか余計なことしやがっていらねえみたいな。なるほどね。そういう状況にしてます。状況にしてます。そういう、そういうね。どういうこと？やばいっすね。これ可愛い男の子飼いたい。ありがとうございます。あ、そうなんだ。まあ可愛い人に飼われたいですけどね。可愛い男の子飼いたい。どっち派ですか？飼いたい派か飼われたい派？もしあの人間を飼うか人間に飼われるかってどっちですか？飼う側っすよね、やっぱ。飼う側っすか？俺も飼う側がいいかな。強い男に飼われたいだって。僕は飼われたいですけどね。うん、まあ、それド M 感じっすもんね。まあ人によりますけどね。あの、なんか可愛い、そうっすね。ロリッコの子に飼われたいですね。うん、あ、前から言ってましたね。前から言ってましたね、完全に。完全に前から言ってた。そうそう、前からそんなに。ツインテールのね、女の子に。でも俺とでも結構多少趣味合いません？多少。そう、結構俺と趣味合いますよね。合うけど、あのそういう好きな子は大体こっち側行っちゃうよね、なんかね。あ、ごめんね。いや、ツインテール8割メンヘラっすよ。まあ、メンヘラ嫌いっすか？メンヘラ大好き。俺メンヘラ大好き。メンヘラ大好き。メンヘラ大好き。いや、メンヘラ大好きっすよ。俺もメンヘラ大好き。かまってかまって言われるの大好きなんですよ。俺も大好きやな。ダメだな。ダメだな。俺も無理。もうダメだなって言われて。メンヘラいいっすよ。メンヘラがいい。別にメンヘラがいいわけじゃないけど。いや、マジか。なんか一緒にいて。じゃあ、逆にどういうタイプの人がいいんですか？食うなら飼ってもらいたいとかありますよ。あ、飼ってもらいたい。防具行けば飼ってくれるよ、ほんとに。防具行けばいいんだよ。防具行けばね。あ、そう、なんかその、進展の、そう、ね、話とか。あ、そうなんです。グループ内から進展できま、はい、出ました。昨日か、おとといからオープンして、はい、で、今日は明日休みなんですけど。うん、あ、休みなんですか？そう、休み来ました。すみません。一部、そうだ。一部ですか？今日休みなんで、バザーです。はい、一部で。防具ってお店です。防具さん。皆さんぜひ来てください。いや、本当に防具はね、本当新店でね、はい、あ、俺のイメージでいろんな人がいるから行った方がいいと思いますよ、うん、本当に。いろんなタイプが、いろんなタイプがいる。僕みたいなもん。僕みたいなのは、うん。
まあいないかな。まだいない、まだいない。僕はどんなペットを扱ってますかって聞いてるけど、うん、飼ってほしいらしい。そうですね、いろんなの飼ってますね。いろんなの飼ってる。店でね、来てるのも楽しみって、うんうん、まあ、今ね、もう全然紹介とか入れるんで全然行ってくれたら助かりますと、はい、行ったよってもう行ったよって、もう行った方が、まあ、じゃあ超キンキンっすね。じゃあいつ行ったの？昨日か。行こう、動物園って。何動物園なんだ。動物園猫カフェ的な扱い。どういうこと？どういうこと？宇宙神って舐められてる。動物園って言われちゃってるけど大丈夫っすね。社長だいぶ高い猫カフェになっちゃった。だいぶね、動物園コンセプトにやってる。動物園コンセプトにやってるんすか。動物園みたいなやつしかいねえわ、確かに。いねえわ。じゃあ俺も出勤できそうっすね。はい、まあ、あ、いやもう全然、まあ余裕でできますね。余裕でできますね。防具イコール動物園って書いてある。ハスハスって書いてますけど大丈夫ですかね。まああとは、うん、俺らこうね、はい、言うと俺はエカム東京ってとこでね、エカム東京さん一応やられてるんですけども、はい、まああと自分的な告知で言うと、はいはい、まあ今月ねちょっと副主任に昇格させていただいたので、はい、まあまあ昇格祭を、昇格祭が今月の21日にやらせてもらうんで、まあやっぱね、懐かしき俺副主任の昇格祭、覚えてますか？そうだね、覚えてますか？そう、副主任だったからね。はい、まあその時の前の店でも、前の店の副主任の昇格祭の時以上にね、目指したいから、うん、よかったらみんな遊びに来てください。よいしょ、お願いします。エカム知ってる王だって。本当に？早く来てよもう。ね、はい、まあ、て感じで、はい、告知の方は別に、ありがとうございます。いやいやいや、全然ありがとうございます。本当に。そうなんですね。今何店舗くらいあるんですか？今2店舗ですね、これで。ああ、そうなんですね。やっと、はい。あ、そうなんですね。はい。まあ、これからの感じですね。はい。ですね。ぜひ番組もやったらいいじゃないですか。番組やります？ね、はい。どうすか？ぜひね。うん。いや、いいんじゃない？うん。え、なんで俺が？たける。まあ、またける人にね。たける MC。俺 MC、うん、毎回体張ってくれれば、うん、毎回ね、体持たねえよこんなやつら毎回毎回ね、俺やめちゃうよ、まあ、とりあえずあの鼻には物詰めない方がいいね。 あれはやばいっすね、本当に間違いないね。でもエカム行ったことあるって結構来てるんですね。ねえ、結構多いっすね、うん、結構めっちゃ見てますよね。めっちゃ見てますよ。はいはい、タケルのタケタケするじゃん、新しい番組ができたよ。絶対分かる、パクリやないかい、めちゃめちゃグループ内よりアメリカが好き、趣味のこと言われてて、やめなさい、やめなさい、やめなさいよ。あと新店舗、あ、まあ新店舗検索してください、ね、ぜひ検索してみてください。はい、はい、じゃあ、ちょっと次回の告知させていただくんですけれども、はい、次回は、11月の、10日はい、でマジシャンの、高橋陸さん、来てくださいますんで、一緒にちょっとあのマジックやら何やらしていこうかなと思ってます。マジックできますもんね。マジック一応、そうできますもんね、はい、まあちょっと軽く、まあ、マジシャンの前だったらね、ちょっと、まあ、確かに、確かに、じゃあマジシャンの前でマジックしてます。まあ意味がわからない、はい、なんですけれども、はい、今日はどうもありがとうございました。あ、はい、ぜひ皆さん行ってください。これから頑張って体張ってください。はい、ピカピカ。その浮いてビクビクしてては掴めないような事を、吐く石張って胸を張って、茨の道行け侍よ。強くなれ、強くあれ、自分に負けない心持て、女子供養いこの国を背負う侍たちよ。強くなれ、強くあれ、自分を生き明日道を行って夢や希望を忘れた若者を奮い立たせ侍よ。この番組はロランのスポンサーの提供でお送りしました。この国を背負う侍たちよ。